はい、もこうと申します。ちょっと今回ですね、まあこの間テイクアウトに回ってきた二郎シリーズ、ちょまだいろいろスープがめちゃくちゃ余ってるんで、今作っていきます。さらにで、ちょっと今回は野菜マシマシでいきたいんですけど、ちょっとね、とある事情で今うちに友人の配信者さんが泊まりに来てくれてるので、彼に振る舞おうかなと思います。ラーメン二郎好き？はい。じゃあよかった。じゃあまず、もうなんかめちゃくちゃザルにやっていくんですけど、自分このまあ俺も食べるんで、もやしとか野菜をこれ3つ買ってきたんですよ。これもう3つ一気に茹でちゃうわ。でこの茹で汁でそのまま麺も茹でるっていうスタンスでいこうと思ってます。この方はもう本当に弱火で熱だけ保っておこうかな。本当にね、普通ラーメン醤油だよ、業務用のなんかでっかい鍋とかでね、やっぱやってるからあれやけど、自宅だとこれが限界だ。まあでももやしてこう、ちょっとしんなりしてくるから、まあ全然にね、あ、一応麺出しとくか。この麺ですね、大丈夫、腐ってないかな、なんかちゃんと、保存はしてたんけど。これが野菜がカッツンっていった後に、ちょっと嗅いでみて、これいい香りがするでしょ。はいはい、はいしか言わなくない、なんかやっぱ、ま、もやしとかはね、最初水かさがこう膨れがっちゃってるけど、熱湯でしなしなしなしていくとね、いい感じになっていくんで、マシマシで食ってほしいやん、せっかくやったら。野菜マシマシ。普段ラーメンは好きなんですか？あ、大好きです。あ、本当に？二郎とか食ったことあるっけ？東京に来た時に2、3回食べたことある。ああ、じゃあ結構じゃあ食われてるってことで。そうですね、この好きですね。このラーメン醤油はもう僕の自作というよりかはもうテイクアウトなんですよ。スープと麺、チャーシューも含めて全部もう二郎で作ったやつなんで、それをまあ簡単調理するってだけやから、もう味はもう二郎まんまと保証できると思います。楽しみです。うん、野菜系はまあここに入れるということにしておいて、でこれチャーシューも前回使ったやつをこれ、まあ、ジップロックで、まあ、一応保存してますね。あのもちろんこれ冷凍したのを朝方にちょっとずっとこう置いてて解凍してました。だちょうど今いいしんなり具合になってると思う。早朝の仕込みからやってるっていう。おっと、さあまず動きがあったのがこちらの野菜。ああ、いいグッドになってきた。なるべくでもしなしなの方がいいからね。もうちょい火通しつつ、チャーシュー先に切るっていう工程やっちゃうと思う。チャーシュー好きやんな。大好き。うん、でかっこいいよ。僕一回も料理っていうかもうしないんで、普段。あ、マジで。さっきからですね、すごいかっこいいわ、男の人が料理してるっていうの。もう全然ですよ。何枚ぐらい欲しい、チャーシュー。うん、3? 3枚。普通二郎ってどれぐらい入ってますっけ？ 2 枚とかかな。あ、じゃあ2枚でいい。いや、でも豚マシマシでいこう。うん、せっかくやったら。で、俺もちょっと前回にちょっと二郎なんかチャーシューの量舐めてて、あんまこう入れすぎると腹もたれるっていうのに気づいたので、まあこれぐらいにしようか。 OK。 これほんまはね、前回このジロー行った時になんか野菜とニンニクっていう、そのまだ別でもらえたっぽいねんな。俺が言い忘れただけなんかな。一応このスープの中にもやしとか入ってはいんねんけど、
これとは別途もらえたんやと思う。ちゃんと言えば。僕はね、小無償すぎて、そういったことを言えなかった。もう俺に責任があるかもしれない。まあでも、もやしとか野菜程度やったら、こう市販のやつでも全然賄えるからね。いや、これ楽しみになってきたで。うん、めっちゃお腹空いてきた。腹減ってきたよ。うん。めっちゃええ匂いするもん。するやろ。する。なんかジロの匂いなんですよ。したらまあ、もうまあちょっとそろそろ麺も行きたいなというところではありますので、野菜はちょっとこの辺に引き上げようか。結構量多いな。だいぶ。うわ。割り箸でやる作業ではないな。すげえ、ジローのもやしって感じや。でしょ？うん。おー、すごい。こっちにぶち込んだってもよかったな。じゃあもうこのまんま俺麺いくわ。もうこれで1人前ぐらい。でもう一発2人前。麺どのぐらいの量がいい？普通で。普通だっけ？あんまこのまま入れていく。これ7分間入れます。結構まあ時間経った。まあちょうどいい感じだと思います。麺がほらいい感じになってきたでしょ。うまそうね。これなんか泡ブクブクなってるけど、もう変な薬とか入れてるわけじゃなくて、こうな多分表面をコーティングしてるけど、なんかね、その粉みたいなのがこう。したらね、これをねちょっと見ていただきたいんですけども、こっちでこのお湯で、まあ、お湯出してます。このお湯の中にこれ豪快にこの麺2人分にしてもちょっと多いかもな。よいしょ。眼鏡曇りすぎて全然見えへん。あとちょっと俺今有効骨を痛めてるから、これ結構作業できつい。手首の返しが。よいしょ。 OK。 この後はフライパンを使わないんで、うん、ちょっとこのお湯で表面のぬめりを、あっちょっぬめりを取ります。いい感じ。これどう？うまそう？めっちゃうまそう。だからこうやって麺だけ見るとうどんみたい。そうなんですよ。やっぱり濃いな。ラーメン醤相当太麺なんだよね。うん。この骨の腰にね、うん、なんかこのスープが絡むわけですよ。最初にこう嗅がしてもらった麺の匂いが、うん、なんかいい感じに広がった匂いになってるわ。あーでしょ？うん。その表現が楽しくて、やっぱ茹でることによってこう香りもね、まあ、湧いてくるんで。さあ、そしたらいよいよちょっとフィニッシャーといこうかなと思ってまして、気にせんよな、手とか気にしない。ちょっとしっかり洗ってるんで大丈夫ですか。うん、お姉ちゃんがその麺どれぐらい食えるか。普通って言ったけど、ジローの普通ってめちゃめちゃ多いもんな。ちょっと多いかもしれん。で、
急に来た。先にこう具材をまあ盛るというか、先に具材を盛らせていただきました。理事長、大変本当に申し訳ないですけど、うちのお玉がなくて、ちょっと見た目は無学校ですけど、これをこのまま。これを人に食わせるっていうのをちょっとやだな。衛生面はすごい、あのもうめちゃくちゃ洗ってるんで大丈夫なんで。これね、正直うまいわ。うん、スープの色がすごいうまそう。もううまそうな味してるよ。でこれにさっき切らしてもらったチャーシュー、正直量多いかもしれんから、これ無理して食わんとって。うん、めちゃうまそう。これで完成です。1年前特製のラーメン二郎、早速ちょっと大江野さんに食べてもらいましょうか。はい、はい、ございます。いただきます。はい、友人の大江野さんです。実食お願いします。僕ラーメンを友人に作ってもらったの初めてで。あ、ほんまに。お母さん以外に作る人に作ってもらったの初めて。ほんとマジで楽しみ。ちょ、もやしからいこう。これ、はい、うん、いいタイプリだ。うまっ。おいしい。うん、めっちゃ二郎の味する。マジで？ここ麺、あ、ベチャベチャや、なんか油。うまい。あ、油どう？油、でもね、油、はい、そんなにめっちゃ控えめ。あ、控えめ？最初にあの油抜いたでか。そう、ちょっとだけね、その油を、あの表面に浮いてたやつを、うん、今回は少し落としてみました。いや、正直最初見た時にうまそうやけど、うん、食べれやんやろと思ったけど、油少ないでか、うん、俺多分全部食べれると思う。全部食える？うん、お、よかったよかったよかった。あ、うまい。これさ、グラサンかけてるとなんかすごいタレントっぽいですね。なんかね、あったか、なんか熱々って言うてたけど、ちょうどいいあったかい、うん、ちょうどいい高さ、体の芯がすごい温まるなと思って。おー、いい、ナイスコメント。うん、チャーシュー、これ俺好きなんよ、このジローのチャーシューのボロボロ崩れる感じ。そう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 、そうなんですよ。ちょっと俺もいただこうかな。めちゃうまい。うまい。めちゃうまい。オッケーオッケーオッケー。ただなかなか麺に巡り合わんというか。そうなんだ。下掴もうと思っても、もやす感じ。そうそうそう。麺までいかんやろ。うん。あ、これ下に引いて大正解ですわ。でしょ？うん。だって早速汁がボロッとこぼれたもん。こぼれよ。うん。見てこの。これ取ってる？あ、チャーシューの分厚さ。これはあの切り方が雑やったから分厚いだけじゃないですよね。この分厚さなんやね、二郎が。あ、そうそう、なんかそう、もともとね、そうなんかホロホロとこぼれる塩やった。うん。あ、え、うん。このちょっと食べた時にこのやっぱりチャーシューやるとこの中身の真ん中ら辺がちょっと冷たいとかあるけど、これをラーメンのつゆにつけてこうやって食べようみたいな。そうそうそう、うまっ。これ一杯作ろうと思ったらいくらかかるんですか？これでもね、結構麺とあれのセットは自体は1000円で、チャーシューがこの、うん、何ていうの、何人前、5、6人前のが1本2000円、うん、だからちょっと割安、え、持ち帰りは1人前300円ちょいってことね、チャーシュー全然そんぐらいそんぐらい、そう、得かも。しかも並ばんでいいんですよ。うん、それいいっすね、二郎で。うん、じゃあこれも、うん、マジでうまい。うん、正面、対面で、うん、ちょっとカレー皿みたいなのに入れてるのね。そう、俺がね、1台しかなかったんですよ。いただきます
うまいな。うまい。うん。うん、正直、量多いから、うん、無理はしないでください。うまいな、これ全部食べれるでしょ。うん、うん、50倍速で2時間後に僕が全部食べてるのまで取っといて。バイクもちょこ、ジローのうまさにびっくりしたけど、うん、グラサンって意外と周りにいるんやなって。うん、慣れたら全然何もしてもらえない気がする。意外とそうなんですよ。うん、なんかこれニンニクもちゃんと入ってんやんな。多分、うん、ニンニクの味するけど、なんかもっとどげつい感じでて、うん、なんか全体的にさっぱりしてるわ。さらにマイルドにスープにちょっと入ってるみたいな感じ。でも喉はめっちゃ乾くわ。うん、なんですよ。あれは塩分多いなって。うん、まあラーメンあるね。喉結構辛いからそれで、うん、こまめにお茶飲み終わって。あ、うまっ。うん、うん、うん、あ、腹膨れてきました。うん、マジで無理じゃねえかな。いや、でもまだいける。うん、じゃんだ。だってパッと見まだ1、2枚のラーメン出てきた量残ってる。まだ1、2枚丸々。そうなんですよ。ボリュームがやっぱりうまいんだよ。うん、うまい。うわ、チャーシューのバランス考えて食わんと。チャーシュー追加できるで。いや、だってまだまだあるもん。量多いんだ。うん、すごい。でもチャーシューのこの脂っぽい部分がうまいのな。うん、やっぱりうまい。よかったっす。チャーシューに変な紐とかくずったり言って、うん、ああ、縛ってた紐ごと切ってるから、そう、あかんねや。だあれ食べりゃ素材なのね、うん、あれは素材か。ロールキャベツみたいにその何も食えるとかじゃない、うん、やっぱりちゃんとほっぺたあたりにこう油が浮いてきとるわ。うん、うん、うまい。結構限界きれない。実はもう作ってる方見てるだけでだいぶ腹膨れてた。見てたと思うと、やっぱり、うん、うん、まだいけ、どうしよう。お前、無理つけんねえかな、お前。うん、ごめん、作っちゃったから全然残したら俺が食うから。あかん、鼻の奥に目入った。鼻からしていいよ。いや、全然お茶飲まないよな、ご飯中。あ、すごいね、なんか、うん、食事中に飲み物飲まへんねん。あ、相手すらおらんちゃう。そうなんですよ。
え、結構もう食ったやろ。だいぶ食べましたけど、うん、まだ一人前近く残ってる気がする。あの麺ね、茹ですぎたわ。正味。ちょっと俺がじゃあ、あ、うん、大丈夫いい。麺めっちゃ多いな。まあ、だいぶ食べた。これはね、俺が多分ね、2.5 倍ぐらい入ってる。野菜がちょっと多かったな。まあ明らかそっちで多かった、多くはあったけど、うん、じゃあここカットしてもらって、うん、もうだいぶ麺も肉もここまで来て、やっぱなんやろね、僕髪だのとか体細いんですけど、うん、友人にラーメンを作ってもらったっていう喜びと味から、うん、正直全部食えそう。うん、これはほんまにカットしたほうがいいやつ。いや明らか、なんか自分の胃の大きさを超えてる量のラーメンが食べてるんだ。そう、マジでちょっと分量ミスった、うん、だって最初食べるペースのちょうど本当に倍速してもらって等倍速なってるもん。うん、うんうんうん、うん、無理してんねんけど、なんで無理はしてないけど、うん、でも食べきりたい。大丈夫、うん、もうちょいで俺が麺食ったんだけど、本当に元なんだけど、まだいけるわ、俺死にかけてるよね。死にかけ。あ、なるほどね。うん、それ自分で、うん、作っとだけど。ありがとう。あとはこんだけ。わ、もうだってこうやって掴んでも麺出てこなくなったもん。うん。あと野菜だけや。だいぶいったな。怖いね、ラーメン二郎のスープも色が濃すぎて下が全く見えんから、うんうん、そこつかんだ時にあとどれぐらいあるんやっていう。確かに未知なる新麺ってなる、ね、さっきまでだってもうちょいやろうと思ったけど、まだまだ出てくるやんの、ずっと続いた。別名アビスラーメンって言われてて、アビスのようにそこが見えない、うんうん、だから掘っても掘っても麺とかどれが出てくる、これがラーメン塩、うん、アビスラーメン、アビスラーメン、うん、そこが分からん、見えないってことか。そう確かに。これうちはあのスープも全部飲むな。いや、ひくり天地返しってこの、うん、天地返しじゃない、あ、どんぶり返しで、どんぶり返し、どんぶり返しで、うんうん、一滴にこぼらせんっていうのをやってもらわなきゃうちは認めない。いや、あれなんかラーメン屋で作る、あれ迷惑らしいよ、やっぱ。迷惑に決まってるやん。逆にダメなんよ、うん、ラーメン屋からしても机余計拭かなあかんし、めんどくさいわって言う。ちょっと実際やる人いるのかな、そんな見たことねえけど、やめてっていうふうに言われるよな、うん、いや、結構食った。でもすごいわ、本当に。俺だってスープそんな一口飲んだぐらいやけど、最初あふれるぐらい多かったの、こんだけ減ってるから、ね、結構減ったよね。人が出た後のお風呂みたいな感じで。そう食えました。いや、あともうチャーシュー1枚食えば完成ですね。食えそう、チャーシュー余裕です。まだある、うん、あ、いや、食いっぷりがええな、うん、うまいもん、うん、ジローマジで何年、3年ぶりぐらい、うん、うまい。味がまんま二郎やろ、でも。うん、ほんとに。ちゃんと二郎。やろう。なんかよくあれやん。
こう家で食べれる何々みたいなラーメン、うん、あのやっぱちゃんとこれ店でもらってきたんやもんな、そのまま鍋に、なんで本当にそのまんまの、うん、店で使ってるのまんまかな、そうだね、袋麺とはちょっと違うわ、そうこれなんか前回の動画とか俺ちゃんと見てないけど言ってそう、うんうん、言ってない、同じこと言った俺、そっか、まあまあそうね、いろんなバージョンがあっていいやん、うん、いやでも本当にそう思う、うん、マジでちゃんとしろ、さあスープも飲み干して、さああと少しスープがあと3分の2ぐらい残ってるが、うん、俺高木これさ、え、スープって渡されたスープ、あ、そうやね、水で薄めてない、薄めてますよね、めちゃめちゃ濃いそこ、これ、これ、プスーこさめっちゃ濃いやろ、これどんぐり会社もこのままでするしかない、うん、拭いてな、ちゃんと、うんいや、まあでももう完食したんじゃない、いや、まあでもね、本当にこうやって見た通り、うん、ほら、何も麺も何もでよくない、うん、まあ僕も一応一人完食がしたんで、はい、当然もごちそうさまでした、あ、本当にごちそうさまでした、はい、今回はマジで美味しかったです、ありがとうございます、本当にごちそうさまです、今回小池徹平さん来ていただきました、はい、またね